はい、どうも、はるきです。今回はこちらを使って、ちょっと実験的なことをしていこうと思うんですけれども、まあ、これをね、やろうと思ったきっかけなんですけど、メタルファイトベイブレード自体はですね、左回転の L ランチャー、実際には使えないんですけど、右回転用のベインを回せると。まあ、スタジアムにこう、ランチャーをこう、押し付けて、こう、シュッてやると普通に回るという裏技みたいなのがあったんですけど、それができないかと思ってベイブレードバーストでもやってきたんですけど、まあ、なかなか難しかった。ここにはまらない、まず根本的に。で、いろいろ全部試したんですけど、唯一これがね、綺麗に回転してくれるので、ドライガースラッシュ。これが今のところ右回転で、強制左回転にすることができる唯一のベイだということが判明しました。まあ、3日ぐらいやったかな、ずっとそういうこと。で、今回このね、ドライガースラッシュが左回転いけると分かったので、果たして左回転になったドライガースラッシュは強いのかという検証をしていきたいと思います。いきましょう。で、まあ、今回それだけの検証なんで、特に説明とかなくね、適当にベイと戦わせていきます。ドライガーを左回転はまりますんで、瞬殺。やっぱドラグーンは使いにくいな。うん、痛いんですよね、これ。欠点が1個、痛い。V バル強え。じゃあ最後に普通に右回転でやっていきます。
結果右の方が強い。以上。